者のフレット、マルくんです。今回はですね、はい、3日間、福袋を開封して出たものしかやしか生活できない生活、よろしくお願いします。今回ですね、その福袋を僕らたくさん買いましたので、はい、その出たものでしか生活できないと。で、部門としては、はい、服と、あ、服もね、食べ物。食べ物。はい。まあ、その他は別に自由ということで。よかった、パンツなかったらもう死んでたからね、マジで。そうだよね、福袋次第ではそれはありえたからね。調達する可能性もあった。あ、いいじゃん、いいじゃん。お、いいじゃん、ぴったり。あ、え、いいじゃん、いいじゃん。お、いいじゃないですか。あ、全然。次こちらですね。はい。フェイスタイムの、いや、バゼったぞ、もう。靴下、ありがてえ。この靴下、マジでいいんだよな。ゴディバ入れた、今。オッケー、こんなもんしたいです。いつものね。めっちゃ一緒。いつもの俺すぎ。あざっす。やっぱ最近寒いっすね。寒い。ちょっとこの、おジェラピケの、これなんていうの、こういうの、ま、な寝巻きか、普通に。うん、パジャマ、モフモフのやつね。え、これどう、やっぱいいんだ。こういうの欲しかったね、ちょうど。ちなみに言うと、まだね、ビレバンの福袋2つあるのよ。え、でも、なんだかんだ開けがいあるの、この2つじゃない。そう、3つあったんで。マジ、何入ってるか。構成がね、バチコリ開けていくんで。バチコリ。何入っててほしいかな。ね、まあ、ビレバン何あっても面白いけどね。なんかゲーム性あるやつだったら面白いな。はい、今ね、お風呂から上がったので、こちらね、着ていこうと思います。ジェラピケの福袋に入った何なんだろう、開けてないから分かんないんですけど、開けています。あ、ちゃんと、あ、 T シャツか、長いかと思ったら T シャツか。はい、こんな感じです。めちゃくちゃいいです。こうやってストレッチが効いてめっちゃ伸びるんですよ。だからゆったり、まあ、寝れそうな感じありますし、そんなね、生地は厚くなくて、まあ、裏起毛でもないので、そんなね、寝苦しくなく寝れるかなって感じですね。いや、いいな、めっちゃいい、ジェラピケ。やった、パジャマ欲しかったんですよね、僕。やった、嬉しい。まあ、夜ご飯っていうか、なんだろう。まあ、食品はめちゃくちゃあるので、まあ、こちらドンキホーテの、福袋、そしてカルディの福袋ですね。ドンキの福袋に、まあ、これ、薄塩。とかあるんですけど、まあ、薄塩食べる絵を見せたところでみたいなのがあるんで、まあ、今日のところは適当にこの中から見繕って、まあ、食べてね、また明日からやっていこうと、はい、思います。おはようございます。2日目になります。ジュンさん、開けましょう。開けおめっす。まあ、開封編の方見てもらったら分かると思うんですけど、このファセッタズムの、福袋に入ってた、このパーカー、白パーカーと、このハーパンのモコモコの、やつですね。まあ、この時期になると寒いんですけど、まあ、今日はこんな感じでいきますよって、そういう感じでございます。まあ、朝ごはんをね、食べたいなということで、このね、カルディの福袋の中からチョイスしようかなと。カルディの福袋に入ってたコーヒーをね、入れていこうと思います。いやー、うまそうですね。紛れもなくコーヒーだね。ちゃんとコーヒーだな、普通の。朝のお供はこちら、ゴディバの福袋があるんですけど、この中から、ね、チョイスしまして食べていこうかなと。あ、クッキーか。チョコが食べたい、チョコが。はっ、おー、わー、美味しそう。カカオ系だ。結構ビター系のチョコかな。うわ、あ、うま、うま。はい、ということで、こちらで新たなね、福袋を開封していこうと思います。来ましたよ、こちら。まずだーん、まあ、開封編の方には入れなかったんですけど、実はね、このマック福袋もゲットしたということで、この生活編でね、上げていこうと思います。これこそ、マックとコールマンのコラボとかあったよね。後ろに書いてたよね、確か。あ、かわいい。めっちゃいいやん。マックのエコバッグかな。エコバッグっていうか、トートバッグのちっちゃいみたいなやつ、うん、こちら、じゃーん。わー、かわいい。あー、なるほどね。やった。鳴らせちゃいたいなら。え、すげー、これで起こされるの。起きるやん、そんな。テレテテテ。まあ、これ、あれかな、ポーチかな。うん、これもいいね。うん、充電器とか入れる。この中にハンバーガーとか入れて持ち歩けるから。持ち歩くのもハンバーガー。で、これですよ、この目玉。これがやばい。じゃじゃん。え、すげえ。ビッグマック、そういうあ、テリヤキマックバーガー、
めっちゃいいやん。テリヤキマックバーガーいいな。以上がですね、マック福袋の中身でございました。いやすごい、この商品券だけでも生活できるもんな、1週間。さすがマックですね、これは。あざす。はい、続きましてこちら、これ秋葉で行った時に売ってたんですけど、このハテナ袋、何が入ってるか分かんないけど、オープン。おお、いや、うん、超笑いまずい。じゃあちっちゃいやつから、はい、エンデバーですね。はい、これ僕らヒーローアカデミアの、ああ、俺が読んだ時はレベル2っていうかナンバー2でしたね。おお、エーレン進撃の巨人のクリアファイルですね。かっけー、すげえ、アニメがね、秋葉っぽいね。ね、おお、すげえ。で裏は、うん、ロゴですね。でかっ、やばいやばい、うわー、ちょっと待ってね、ググるんで。転送したらスライムだったっけ。転スラ、あ、転スラか、びっくりした、この英語読んでた。あ、いいじゃん、めちゃくちゃ。いや、いいんじゃないですか。まあ、以上、この3000円のハテナ福袋、秋葉で買ったこんな中身でございました。こんな感じなんだ。意外にハテナ読んなかったっけどね。ね、元取ってるかもありそうだし。まあ一応生活ということで、まあ生活に役立たせていただこうかなと。お前何の生活だよ、これで使う生活って。よし、いやうるせえ、なんでスヌーズ機能あんのこれ、どうしたらいい。はい、ということで夜になったということで、お腹がね空いてきましたので、こちらさっきマックの福袋から出てきたこちらの引き換え券を使って夜ご飯にマックを食べていきたいと思います。じゃあ帰ってきます。ということで食後にこちらスタバの福袋出てきたこの引き換券で飲み物ね、ドリンクいただきたいと思います。じゃあ帰ってきます。はい、買ってきました。こちらですね、バニラクリームフラペチーノのグランデにチョコチップを入れてきました。あのチケット1枚で610円までね、お買い物できるんですよ。ということでこちらね、580円なんですけど買ってまいりました。おー、うまっ、うわ、冷た、寒。今回上着らしいね、上着がねなかったんで。そう、はい、ということで2日目はねそんな感じでございました。まあ、今回ね新たにマックの福袋とあとハテナ福袋開けて楽しかったです。また明日。おはようございます。3日目でございます。ということで、最終日ということで、こちら、まだ残っていたので、ビレッジヴァンガードの福袋、あと2つ、開けていこうと思います。何が入ってるかですね。はい。お、なんだこれ。あ、トルコ製タオル。バスタオルかな?この大きさは。はい。はい!なんだこれ。なんだこれ。はい。これがね、ビレバン青の福袋が入ってた中身でございます。いや結構実用的なもの多くてめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。最初に開けたビレバンより僕全然当たりだなって感じちゃいましたね。はい、続きましてこちらの緑開けていこうと思います。まずこちら、赤い寝袋。これはいい、マジでいい、ランタンだね。でこれコップ、これ椅子、あ、これ北海道っぽいなんか熊の木彫りのなんかライトみたいな感じですね。いやめちゃくちゃいい。僕ら結構ね、たまにアウトドアの企画とかやるんで、こういう寝袋とかライトとかめちゃくちゃ嬉しいですね。さっきビレバンから出たこの車型のプレートにいろいろ載せました。ビレバンのさっき開けたマークアップから出てきたやつにカルディのコーヒー入れてます。いやー豪華でございますね。まあここら辺ですね、ここら辺のものが入っていると。おー、うまっ、イチゴプリン。うん、いやマックなかったらきつかったかもしれんな。ちょっとあの主食的な、なんかしょっぱみ的なやつがなかったんで。やっぱ結構喋ったから、うん、糖分欲しいべよ。え、いい、うわ、やべ、うわ、今日の原稿これ見ると思ってた、忘れてた忘れてた、やっべ、ファイルって使わないもんな、やべ、ミスったファイル、ありがとう。はい、というわけでこの生活ね、最後の食事でございます。カルディの福袋から出た、パスタ、そ
そしてオリーブオイルとドレッシングですね。そしてあと味噌汁、これらをね料理して最後いただきたいと、はい、思います。ちょっとすするんですけどごめんなさいね、すいません、箸でいただきます。うん、うわ、うんま、めちゃくちゃうめえ、うわ、おいしい、うめえ、しみる。まあすっごい楽しかったですね。このどんなアイテムが出てくるかっていうのもねわからないですし、まあ服だったりとかね、こういろんな、食材だったりとか、食材、まあご飯とかね、あとお菓子だったりとか、いろいろね食べながら、そしてまた新しく開けていろいろ活用するっていうのがすごい楽しかったですね。明日ですね、はるくんの縛り生活が公開されます。それもね、まあ僕と似たような感じなんですけど、まあ年始っぽい感じのやつがね投稿されるので、そちらもお楽しみに。最高の生活でした。皆さんにも福がありますように。おやすみなさい。